それでは早速最初のスピーカーをご紹介いたします一人目の登壇者はドッカビビットの菅内の子さん菅昭穂さんですどうぞ皆様拍手でお迎えくださいよろしくお願いしますドッカビビットの菅内の子と菅昭穂ですよろしくお願いします,します、まあ、今日はちょっと ブランドについてどういう風にブランドができたかっていうのと、えっ、ー、と、どういうことを伝えていきたいのかっていうのを今日はご説明できたらいいなと思っております。まず私の自己紹介からなんですけど、菅内のどかって言います。私は、えっと、小さい時からファッションとか、えっと、美術がすごく大好きで、まあ、学校とかの授業はあんまり聞いてなかったんですけど、えっと、授業中は、まあ、ちょっと寝て、えっと、放課後にバイトに行って、えっと、深夜から朝まで、えっと、デザイン画を描き続けるっていうのを、まあ、ここ3年間続けてですね、まあ、そういう学生生活を送っております。 私はルーツが中国にあって両親ともに中国人なんですけど生まれて数か月で、まあ、す飛行機に乗って5歳ぐらいで、まあ、日本と中国を行き来しながらっていう環境で育ってきましたでその、えっと、カルチャーとかがすごい自分の中にあってそれがブランドの表現としても根付いているなというふうにすごく思っています そんなドゥッカビビと二人は小学校からの幼馴染みですで。スパイスフォーヤーライフっていうのを軸に人生にスパイスを届けられるようなカラフルな世界観で、えっと、提案をしております。色と柄でアジアンテイストの独自の世界観を作り上げております。 とそんな私たちのスパイスについてもうちょっと詳しくお話ししていきたいなと思います。私たち地元が神戸にあるんですけど、神戸の中華学校に通っていて、そこでと民族舞踊部っていう部活があったんですねで。そこでの衣装だったりとか、この実際にこれを着て、えっと、中華街とかで踊っていたんですけど、そこの色とか衣装の柄とかがブランドにとってのスパイスというふうになっています。でこれは2018年,年なんですけど <laughs> と、高校3年生の時に最後に何かしようよっていう思いで、えっと神戸 でえっと初めてお洋服を作って個展をしました。この時のえっとテーマが中国の民族の攻撃っていうのをテーマにしてお洋服を展示しました。 はい。えっと、そしてですね、次に18歳の時にですね、地域活性を目的にですね、ファッションショーを開催するんですけど、これ一体どういうことだっていうと、私、神戸ファッションの都市って言われてるんですけど、ファッションイベント神戸にないじゃないかっていう風になってしまって、で自分たちで、ね、じゃあ主催しちゃおうよっていう形で、この時に初めてファッションショーを主催してですね、収穫人数300人ほどのショーを開催しました。 で、まあ、2020年コロナが、えっ、ー、と、大流行して、で、その時に私たちは何ができるんだろうって思った時に、まあ、口元に彩りをというテーマで、思わずつけたくなるようなマスクを作りました。ただ、生地屋さんとかもなかなかなか空いてなかったので、洋服の歯切れとか着物を分解したアップサイクルのマスクをして、1年間マスクをと販売し続けました。 はい、このコロナ禍で周りのものとか消費を見つめ直すきっかけになりましてサステナブルなアイテムとかいろいろ世の中出ているとは思うんですけどそれ果たしてかわいいのかっていうふうにすごく思ってしまって自分たちがこう好きっていう感情がやっぱり大事なんじゃないかとそこでラブの気持ちを持ってハッピーな循環を作ってそれが社会への新しい選択肢になるんじゃないかなというふうに思いました最終学年専門学校の最終学年4年生の時に私たちは何ができるのかと思って、えっと、アップサイクルの、えっと、コレクションを、えっと、発表しました。 でこれはアジア新人デザイナー発掘コンテストっていうのに応募してちょっとグランプリを取ることができてニューヨークで初めて2022年にデビューすることができましたでこれがあえててですね同年の3月の東京コレクションの画像なんですけどこれ全て古着を分解した一点物の,の、えっと、作品になっていますでこんな感じであの普通サステナブルファッションで。 ファッションって、あの、アースカラーだったりとかシンプルなものが多いのかなっていうふうに思うんですけど、こういう派手でカラフルなサステナブルファッションっていう新しい形があってもいいんじゃないかという提案をしました。でまず、アップサイクルって何なのかっていうところからご説明したいと思うんですけど、この端っこにあるのが着なくなったお洋服ですね。私たちのお洋服なんですけど、こちらを分解して再構築して、で、このような形で新たな形へと変化し、クリエーションで付加価値を生み出すっていうことをアップサイクルと言います。はい。ちょっともうちょっとさらに詳しく解説するとですね、 これ袖が50年代のブラウスなんですねでスカート部分が60年代70年代のワンピースを分解してそれをあのアディダスのランニングウェアとドッキングしてるんですよこういう感じで、まあ、また新しい形としてよみがえらせるっていう手法でアップサイクルっていう形をとってファッションをデザインしています。 で私たちのお洋服は一点のになるので、販売っていうよりかはアーティストさんにリースをしてブランドを回しているという形になります。まあ、ちょっと去年の一覧っていう感じなんですけど、人登用さんだったりとか、水曜日のカンパネラの歌葉さんとかにえっとリースをして、お洋服をえっと発表したりしています。 はい。昨年、えっと、100名近くのですね、スタイリストさんとやりとりがありまして、で、これを、まあ、自分たちのつながりだけじゃなくて、周りと、周りの自分たちと同じような新人ブランドに、こう、シェアをして、みんなで、こう、尖ったクリエイターが集まって、新しい科学反応が起こるような、新事業をちょっと今、スタートをしていまして、そこで、こう、カルチャーの盛り上がりだったりとか、新しく、こう、業界に提案するっていう科学反応を、えっと、起こそうと思っています。 でその形がスパイスルームっていう形なんですけど、えっと、プレスルームとしてオープンしようと思っています。今年のちょうど4月、えっと、5月、これからですね、えっと、新しくオープンする形になります。私たちのブランドがこちらなんですけど、その他3ブランド、今は3ブランドですね。結構尖った若手のデザイナーを取り扱っております。はい、その他クリエイターズコラボとして、えっと、今 NFT とかメタバースとかいろいろ出てると思うんですけど、リアルの空間だけじゃなくて、こういう、えっと、いろんな角度からのアウトプットを常に模索をしていて、これはイラストレーターとのコラボ。 キャラクターとしてこの女の子が着ている服がさっき言ったアディラスの,あの作品なんですけどこれを2次元の作品としてもクリエイティブの循環として表現をしているっていう形ですまあ,あとはその企業とのアップサイクルのプロジェクトでいうとリーバイスのヴィンテージのデニムをアップサイクルして梅田阪急百貨店さんの方でえっで一点物として販売したプロジェクトなどもちょっと過去に行ってたりします。はい次に、えっと、ランプの はい、コラボがあるんですけど、これはファッション以外のプロダクトへの挑戦として、工事現場で使用されているカラーコーンってあると思うんですけど、その廃棄されるカラーコーンをチップ状にしまして、で、3D のプリンターを、プリントができる企業さんとコラボをして、こういった風に、これ、ハスの花をインスピレーションにランプっていう形で表現しているんですけど、そういう新しいものづくりだったりとかも挑戦しています。 でえっと、最後に、えっと、ドゥッカビビットはビビットカラーとか持続可能な環境づくりを掛け合わせて世界中に楽しく優しいスパイスを届けたい、まあ、そ,れそれが私たちのハッピーを作り世の中のハッピーを人々にハッピーを届けると信じております本日はご視聴ありがとうございましたありがとうございました,い,ましたいやーあそのまんまましあのすごい勢いでしたね <laughs> なんかもうものすごいパワーでちょっと私も今どこから質問していいのかと思いながら盛り込みすぎ盛り込みすぎてししままいちょっと皆さんもね聞きたいことがいろいろあるんじゃないかと思うのでちょっと聞いてみようかと思うんですけど、はい、あのまずなななんんかかていうのかなこのこ神戸にねファッションイベントがないっていうところに疑問を持ってなんかこう壊していくみたいなのとかこうカラーコーンがねただ捨てられていくじゃもったいないってなんかその のな,んかこうなんかすごくね壊していくみたいな強いイメージをすごくあの印象として受けたんですけれども確かにこうサステナブルっていうと、うん、なんかもうちょっとなん 草木の目みたいない感じとかがありますよね <laughs> すイメージ的にちょっとシンプルでね,うでね、うん、なんかこう自然になんか目にも優しいものみたいなのが多い気がするんですけど目にもすごく刺激的なんだけど持続可能っていうところがすごく面白いなと思って、うん、そうですねなんか私たちの世代にとって結構やっぱりこう SNS の世代でもあるのでうん、うん、割とやっぱり見た目で可愛いとか撮りたくなってしまうような要素があるものってすごく重要でなんかこう地球には優しいんだけれどもなんか可愛いって素 素直に思えないものだっていうよりかはこう自分たちがすごくかわいいって思うしかつそれが地球にも優しいっていうこの順番が結構大事だったりするのかなっていうふうに思っていて、まあ、自分たちのブランド作りもそこを重視してあの考えるようにはしています。 そうです、ね、あとはなんかこう常識を、まあ、常識として捉えなくって、えっと、私たちだったらこういう新しい提案をしてこういうのもありなんじゃないかっていうのを、まあ、新しく提案していきたいなっていう思いが結構昔からずっとあって、まあ、こういうことをしているっていう感じになります。 なんかこのアップサイクルするにしてももともとのお洋服が結構ビビッドなものが、ねうん、多いじゃないですかで私たちってなんかこう結構何にでも合わせられやすい色とか、うん、そういったものを選びがちだと思うんですけれどもなんかそのビビッドなお洋服はなんかどこかから上達してくるんですかあ,もうあれは自分たちの古着ですね。 もともとこういうカラーテイストなお洋服いっぱいあったんでそれを使ったんですけどあのさっき見せたデニムのアップサイクルあったと思うんですけどあれはもともとは本当に普通のブルーのデニムの上にあのピンクでシルクスクリーンっていうプリントを自分たちで吸ってちょっと柄を取り入れたりとかそういう方法でなんか派手にしちゃうっていう手法もあったりします。 まあ、あとはその学生の時代,時代の時からこうブランドをやっていたので、そのお金があるわけじゃなかったんで、こう身の回りにある自分たちのお洋服とか、まあ、歯切れを 使うしかなかったみたいなのもありますねそうですねまあでももともとゴミになるものだったんでもうゼロゼロですよ原価は <laughs> <laughs> なるほどですね、はい、あすごいでもなんかこうこのラブとかハッピーっていうキーワードも出てきたんですけど、うん、なんかそれにものすごくまっすぐ進んでるっていうね、うん、感じがありますねなんかこう無難にとかこれだとは 次にも行かせそうとかじゃなくてもうこの一点にかけてラブを全部ね入れ込んでいくみたいななんかそんなパワー感じましたこのカラーコーンもなかなか面白い取り組みだなと思ったんですけどなんかそういうインスピレーションはどこからやってくるんですか、うん、そうですねもともとちょっと今年の新しいコレクションを作ろうと思っていていろいろリサーチしてて去年あの12月頃にタイに行ったんですけど、うん、そこでこう 向こうにある中国の神社みたいなのがあってこう蓮の花のモチーフがすごく目について、まあ、そこからの派生でこう蓮の花をちょっとモチーフにああいうちょっとうにょうにょした形だったりとかそういうちょっとランプを作れないかなっていうのであれをちょっとデザインしましたね。そそうですねあとのの花って結構その 泥の中から綺麗な花を咲くっていうあの花なんですけど、まあ、今年からドッカビビットのロゴもハスの花をモチーフにしようと思ってるんですけど、やっぱりそういう,う泥臭い中でも綺麗、まあ、な花を咲くようなブランドにしていきたいなっていう思いから、やっぱハスっていうのをすごく大事にしております。なるほど。ありがとうございます。もう今日登壇者一番目にふさわしい、なんか元気いっぱいのプレゼンテーションをいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。